飾り毛布、飾り毛布、または花毛布とは日本の客船において提供されるサービスの一つ。船室に備え付けの毛布を花や季節の風物などの形によって立体的な造形作り飾ったものである。一定の形のものを織ることで様々な造形を生み出す点は折り紙に似ているが毛布を用いる。飾り毛布の正確な起源は不明であるが、 1900年頃に始まったサービスとされる。1901年、明治34年に日本郵船が発行した郵船図絵の中で、春日丸の客室では毛布を花形に飾っていることが絵入りで紹介されていて、これが確認できている中で最古の飾り毛布の記録である。1908年、明治41年より運行が始まった。 青函連絡船でも飾り毛布は提供され、日本優先から青函連絡船の運行事業者である国有鉄道に移った船員により飾り毛布の技法が伝えられたのと推測されている。日本の客船が全盛期を迎えた1920年から1930年代にかけては海洋、国内航路問わず多くの船内で飾り毛布が行われ、 日本の客船独自のサービスとして発展してきた。飾り毛布が盛り上がりを見せた理由について、飾り毛布を研究する、明海大学の上杉恵美は、欧米の客船に比べて、規模や、機能面で劣っていた、日本の客船が、サービスの質の高さでこれを補おうとしたためでは、ないかと分析する。ところが、太平洋戦争を境に飾り毛布文化は衰退。その理由としては、 戦争による日本船の被害、新幹線や航空機といった交通手段の発達による長距離航路の廃止、船内業務の近代化、効率化が挙げられる。青函連絡船では1964年、昭和39年、津軽丸導入に伴う連絡船の高速化により、折る時間が確保できないなどの理由でサービスが中止されている。 一方1980年代までは瀬戸内航路のフェリー内で飾り毛布のサービスを大見ることができた。効率化が進展した現代において飾り毛布のサービスを行う船舶はごく一部に限られる。その一方で飾り毛布の文化を継承しようとする動きが洋上に限らず見られている。飾り毛布の作例は名前が付けられているものだけで70種類ほどある。 名前の付けられていないものや、複数の衣装を組み合わせたものを含めるとその種類は、さらに増え、百種類以上あるとも言われる。モチーフとしては、花、梅、桜、バラ菊、牡丹など、日本の伝統的な形、菊水、松茸梅、富士山、双子岩など、季節の風物、門松、竹の子、兜、水、芭蕉などが多く、動物、マンタ金魚、 蛇など、いや、観音菩薩をモチーフにしたものもある。季節の風物は単調になりがちな長期の船旅に季節感を与え、日本の伝統的な形は縁起の良い衣装であることから月などに飾られた。飾り毛布は一枚の毛布を織ることで作られる。基本的な織り方は扇形、花形、重ね形、巻形、山形、角形の六つ。 毛布に入れられている模様やライン、ロゴマークなどを活用しながら、手先だけでなく肘など、腕全体を使って折り上げる。完成した飾り毛布は、ベッドの中央に配置したり、ベッドの窓際に立てかけたり、して飾られ、就寝前には解体される。飾り毛布を折るのは、潜出係や支柱部員、客室サービスの一環として、乗客のいない間に短時間で折り上げるものであり、 熟達したものの手にかかれば一、二分で一つの飾り毛布を完成させることができたという、折るものの工夫により同じモチーフでも様々なバリエーションが生まれ、一人で数十種類の作品のレパートリーを持つ繊維もいた。毛布の折り方は見て覚える、盗んで覚えるという職人的な手法で伝承され、先輩繊維の折り方を習得した後輩船員がそれを発展させ、 新しい折り方が生み出されてきた。折り方は記録されるようなものではなく、例えば青函連絡船では、上等の船室を担当する一部の船員のみが、飾り毛布の作成に携わり、折り方を習得するには、人脈も必要であったという。船の業務の効率化が進み飾り毛布が捨われつつある。中、伝統あるサービスとして、飾り毛布の文化を残す動きもある。例えば、 日本海洋事業では作成の手順をビデオで撮影、記録、2010年、平成22年からは、市中部員の研修に飾り毛布の実習が組み込まれるようになった。また船外では、神奈川県立海洋科学高等学校や、明海大学ホスピタリティツーリズム学部で飾り毛布の体験学習を実施、日本の船独自の文化を学ぶ取り組みが行われている。 2016年の時点で飾り毛布、花毛布のサービスが提供されている船としては以下の船がある。飾り毛布と花毛布のどちらの故障を用いるかは船によって異なる。客船以外には日本海洋事業の調査船や会議教育機構の練習船でも飾り毛布、花毛布の習慣があり、船長や 主観の拠室に飾られたり船の一般公開時に展示、紹介されたりする。また、以下の展示施設、博物館船でも飾り毛布、花毛布を見ることができる。この他にも、船や交通に関する展示施設で、飾り毛布の実演や体験教室が開催されることがある。日本国外のクルーズ客船やホテルでは、タオルを使って、 動物を形作るタオルアニマルというサービスが行われることがある。折る工程が中心の飾り毛布と違って巻いたりひねったりする工程が多いのが特徴。また、客の持ち物や備品を用いて飾り付けがなされることもある。他にもベッドカバーを折って動物や花の形を作るサービスもあるが毛布を折るサービスは日本以外には見られない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。